せーの。ここはバコホーム1って私たちが最初にオープンした場所なんですけど、前私たちが住んでた空間を利用してお客さんを受けれるようにインテリアとかもやってみました。こんな感じ。ちょっとインテリアここら辺に絵とかも飾りたいなって思ってるので、まだまだやることはありますが、一応完成です。さっき見せたバックホームの壁に飾る絵を描きたいと思います。でバックホームのコンセプトがピンクなので、結構ねピンクピンクにするか、最近私たちがハマってるグリーンの葉っぱみたいなのに最近ハマってて、まあそんな感じの葉っぱの絵と、あとピンクの絵を描きたいと思います。ファイティン。어떤그림그리고싶어요?정말세상을그리고싶어요.생각이없지? 어떤세상이에요?모든어린이들의꿈과희망이있는그런그림이에요.그거를알수는없겠죠?다들제그림을보면?하지만누군가는분명이그림을보고꿈과희망을얻을거예요.그러면서앞으로의미래가밝아지겠죠?먼저こういうふうに枠を描いて、で、イメージとしてはここをまあ、淡いピンク色、私の好きなピンク色で塗って、でここに文字を書くか、それか葉っぱみたいなのを書くかで迷ってる感じです。そしたらね、結構いい感じのピンクを買ってたんですけど、それをねバックホームに置いてきちゃったみたいなので、ピンク色を作っていこうと思います。これとあと白、これを混ぜて作っていこうと思います。はい、だいたいこのぐらいのピンクを想像してたので、これぐらいでやっていこうかなと思います。こういう風に塗り始めました。この枠を完成させたいと思います。今こんな感じで下の段、まあこっちはまだやってないんですけど、ここ塗り終わりました。はい、私はこの何枠縁みたいなのを描き終えました。まあちょっとデコボコなんだけど、まあいいよね。で、おっぱは葉っぱを描いてます。結構うまくてびっくり。色使いがいい感じじゃん。アーティストスモンシー、まだ終わってないね。これは一回乾燥して、またこの上に字を書く。へー、私どうしようかなー。あー、どうしよう。迷った結果、ここにやっぱり文字を書こうかなと思うんですけど、でも文字で失敗することって多いからね、迷うけどちょっとやってみますわ。はい。 I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice.Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have. となんか足りないんですけど、何がいいかな。しかもさっき持ち上げたらここがタラーンって垂れて、なんか繋がっちゃった。怪物みたいになりました、ここが。こんな感じでちょっと影をねつけてみたの。だからまあ何か足さなくてもこれでいいかなと。思います。すんちゃんはこれからこの上に文字を書くそうです。なんかいろいろ増えて書いたらこんな感じになりました。なのでこの絵を私たちのウェディングの、そのガーデンウェディングなんですけど、そのガーデンに飾ろうと思います。じゃーん、 This is the final look! すんちゃんどうだった？あ、楽しかった。楽しかった？そう、そちらの未来が見える。多分、今はまだ30ですけど、あと20年ぐらいでうちら2人プロになると思います。アーティストになる？ここギャラリーにしたいね。はい、そんな感じで描き終わりました。結構集中しちゃった。楽しかったので、またやってみようと思います。
それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インテリア用のアート DIY でした。また次回の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ、アンニョン。